領土の問題は意見の違いを適切に管理しよう。適切にね。管理、いいね。やばい。風雲急を告げる日本の領土問題。日本は領土問題下手だから。日本の北方領土でもこんな。これじゃダメだね。戦争で、この島を取り返すのは賛成ですか、反対ですか。戦争で、だからロシアが混乱してる時に取り返すのは OK ですか。いや、戦争なんていう言葉は使いたくないです。使いたくない。はい、でも取り返せないですね。いや、戦争したって戦争するべきない。戦争しないとどうしようもなくないですか。いや、戦争は必要ないです。僕らはその、北方領土問題を解決し、日露平和条約を締結しよう。日本の領土問題、安倍首相は大失敗だったし。日本の領土問題、息上がらないね。韓国なんか元気だよ。韓国、竹島の運動、見てね。